当然寺は神奈川県横浜市鶴見区にある新言州地山派の寺院。三号は根大山、陰号は東住院。本尊は金号会大日如来。また不動堂には牛尾田不動として不動明王が祀られている。平安時代の1087年に醍醐美保院の昇格により回帰されたと伝えられている。その後、火災などで同う。 重宝や古文書などが消失したため遠隔について、不明な点があるが、江戸時代後期に編纂された、新編武蔵風土記、種類、辞伝によると、当然寺は、村の中央にあり、新義新言宗に属し、古くは、クソを三島いいと久し委員と合したと記されている。江戸時代、本堂は八軒に五軒の南向きにあり、本尊は、江戸初期の作である。 第二次如来の座像を安置していたという記録が残っている。横浜市志向には、本堂は6件に5件、亜縁武器、四柱作りで、1923年9月1日の関東大震災により倒壊と記載がある。1926年、森岡恵宝により、本堂が再建されるが、第二次世界大戦により消失。戦後、1954年、 森岡流行により再建された。なお、現在の本堂は1996年、森岡隆之沖により混流されたものである。私立当然保育園を運営している。ありがとうございます。